皆さんこんにちは、オットジョ夢女です。今日はですね、こちらオットジョが釣ってきたアメマス、さばいて、料理をする動画にしたいと思います。またですね、オットジョは釣り場で何センチか測ってこなかったんで、今から測りたいと思います。すいません、ごめんなさい。これから測ります。はい、どうぞ。43ぐらいだね。ちょっとひいき目で43にする？いいよ。いい？43センチ。結構大きいね。うん、ちょっと大きい。でも俺はアメマスのこの模様が好き。4日間冷凍したアメマスです。これがお刺身よ。これはお寿司。お寿司よ、はい、お寿司こんな感じです、はい、お刺身、うん、ルイベこんな感じになります。妻がない。
はい、こちらがアメマスのお寿司です。そしてですね、こちらがアメマスのルイベになります。はい、そしてこちらがアメマス、あまりちょっと味が美味しくないという噂があったので、こちらのお寿司を保険をかけて買ってきました。今日はこちらをいただきたいと思います。はい、はい、いただきます。よし、ルイベから。うん、どうぞ。うん、いただきます。どう、どんな感じ、味。わあ、甘い。甘いの？甘いじゃなくて、うん、何でも全部甘いって言うけど、甘い以外に。本当に本当に。他の、まあ、鮭と比較してとかさ。ね、サーモンとかとはまた違う。あっさりしてるんだけど、うん、本当に後から、その旨味っていうか、いや、やっぱり甘いのよ。甘い。甘い。甘い甘い。本当に。甘いの、うん、ちょっと、はい。はい、これです。これがアメマス。はい。アメマスを。うん、嫌な感じ？全然。でしょ？うん。鮭のお刺身よりも、ねっとりしてる。うん。そう、とろっとした感じ。舌にね、うん、絡みつくようなねっとり感と、あと食感はとっても柔らかくて、うん、ねえ。でしょ？鮭臭さがないっていうか、どっちかっていうと桜に近いような気するんだけど、うん、どう？そうだよね。美味しいもん。美味しいよね、すごいね。臭みが全くない。うん。ね。じゃあ、お寿司を。お寿司絶対美味しいと思うんだけど。ねえ。じゃあ。このサーモン好きな人は絶対好き。どう？うわ。うまい。うまい。うまい。桜マス。いやなくて、アメマス。間違えた。桜マスって言っちゃう。願望がね。願望。桜マス知ってくるからね。うん、食べていいよ。ねえ、どう？身がすごくね、とろけるっていうか。うん。いや、本当に。とろける。ねえ。うん。ルイベもお寿司も本当に美味しい。ちょ、ということで、やっぱり美味しいものを食べた時には、さあ、黄色のやつで。黄色のやつ。うん。いただきます。あ、美味しいね。美味しい。全然。うん、本当に。なんか美味しくないって言った人、うん、どういう風に勝利したのか聞いてみたいもんだね。いただきます。ああ、うまい。だから、まあ、ぜひ皆さんもアメマス食べてみてください。おいしゅうございました。アニーがいっぱい入ってる時は、やめた方がいいと思います。うん、ごちそうさまでした。今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ホットジャ嫁ジャを応援してくださる方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。